東京工科大学メディア学部で教員を務めております渡辺太一と申します。今日は、今ここの題目にもありますように、独自ツールキットによるスケーラブルな CG とゲーム開発の教育的実践という、題目で、ちょっと発表させていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、まずですね、我々が今回こうやったて成果の前にですね、ツールキットやライブラリーによる開発っていう話をちょっと先に解説、させていただきたいと思います。プログラムを用いてですね、いろんなこうソフトウェアを開発する際に、一から全部いろいろと組み上げていくというのはなかなか大変なことなので、多くの場合はですね、より便利にですね、開発を進めるようなさまざまなシステムを用いることが多いです。で、ツールキットやライブラリーっていうのはそのうちの一つで、これらを使うと、非常にそれらが持っている便利な機能というのを使って、開発を容易に進めることができたりとか、あるいは今回 3DCG の話になるわけなんですけども、一般的には 3DCG のプログラミングというのは OpenGL とか、Direct3D とかそういったものを用いるんですが、それらを使って開発するよりも手間が少なくて済むというようなことがあります。あとは、オブジェクト指向というプログラミング の概念があるんですが、こういったものを勉強する学生にとっても、そのオブジェクト指向というのはどれだけ素晴らしいものなのかということの実感ができるというそういう教育的効果も、あります。そして、いろんな人がですね、その作ってきた開発の資産ですね、いろんなこういういろんな動きをしたりとか、そういったものを、共有していくというのが容易になるというそういうメリットがあります。はい。で、今回我々が、紹介するものですね、の話になるんですが、東京工科大学でですね、ずっと開発を進めているファインカーネルツールキットというツールキットがあります。でこれは、C++ という言語 のクラスライブラリーという形でこう作られているものなんですが、3D の API として OpenGL をベースとしているリアルタイム 3DCG を、実現するための、ツールキットですね、になります。で、どういった特徴があるかといいますと、まずマルチプラットフォームですね、 Windows でも Mac でも、Linux を中心とする Unix でも、同様のソースコードで、動かせるというような感じの特徴を持っています。で、もともとは、こう、研究開発ですね。本学、こう、もちろん大学としての教育も、一生懸命やっているところですが、研究もかなり力を入れてまして、そういった 3D の、研究ですね。そういったものを支援するものとして、ずっと開発を進めていっておりました。で、それを、教育にも役立てていくというような感じで、こう、使っているものです。で、特徴としては研究開発支援ということで、他のいろんなシステムとですね、共存できないと意味がありませんので、さまざまなそういう 3D の他のコンポーネントですね、GLSL、CUDA、FLTK、QT といったさまざまなものとの連携が、念頭に置かれて開発を進めています。そして、後でも紹介しますけども、主にゲームとかを制作するようなそういった演習ですね、学生の、授業の中にもこれを用いて、実際に、成果を上げています。で、以降このファインカーネルツールキットのことを FK というふうに称して、進めていきたいと思います。はい。で、まず、こうあれですね、その中身の話をする前に、今回ですね、光栄なことにですね、情報処理学会2013年度の、優秀教材賞という賞に、この FK が、採択されました。で、なかなかですね、こういった賞をですね、もらえるということは大変光栄なことですし、我々のこれまでやってきた、開発及び教育の実践が認められたということで、開発者一同で大変喜んでいるところでございます。はい。で、まずですね、その教育的な成果や開発研究的な成果の話なんですけど、この FK ですね、プログラミングのツールとしてもちろん作っているものなんですが、教育として役立てるためにですね、この FK を使ってさらにアプリケーションを作成したりしています。で、そのうちの一つとして FK パフォーマーというものをちょっと今回紹介します。この FK パフォーマーというのはアニメーションの中ですね、CG アニメーションの中で、
非常に重要な工程としてモーションを作るということがあります。まあ、モーションというのは人間とか動物とか、あるいはロボットとかそういったいろいろとこう形が変化するものですね。いろいろ動いたりするものというののその形の変化というのを実際に、作っていくというそういうそういった動きのことをモーションと言いますし、そのモーションを制作するツールというのが、コンピュータグラフィックスの作品を作る上では非常に大事なものになってきます。で、これなかなかですね高度な技術が必要なものになりますので、こう素人がパッとこうなかなか手出せるようなものというのは少ないんですね。今でこそですね、いくつかそういうものをですね、一般の人たちでも、フリーで使えるようなものというのが出てきていますけども、この FK パフォーマー開発していたのはだいたい8年ぐらい前になるんですけど、その頃はそういうの全然なくて、そういったものを本学で教育として扱っていきたいということで、我々のような開発しました。でこれの特徴としてはちょっと画面からはちょっと伝わりづらいかもしれないですけども、モデラーで作った形を読み込んで、それのモーションというのをこうあれですね、関節ごとにいろいろとこう作成し、それを実際こう再生を制御できるというようなものになります。でこの FK パフォーマーの中で単体でアニメーションを作るということも可能ですし、ここで作ったモーションというのを、データとして出力して、FK のプログラムの中で自由自在に変形をですね制御していくとそういったことも、可能になっています。はい。で、ちょっとですね、実際の作品の方を見てもらう前に、授業をですね、この FK や FK パフォーマーを使った授業について、紹介いたしますと、まず、プログラミングの授業としてですね、FK を使った、一般科目として、コンピュータグラフィックスの基礎理論という科目、これもちょっと今は私が担当しているんではないんですけども、数年前までは私が担当しておりまして、この授業の中で、この FK を用いてました。あと、これは今でもずっと続いている、科目になるんですが、リアルタイム 3DCG プログラミングっていう3年次向けの演習科目ですね。この中でこう FK を使ってプログラミングをしてもらっています。で、FK パフォーマーを利用した学生向けの科目としては、メディア基礎演習っていう科目ですね。2年生向けの科目になってたんですけども、それの中で、FK パフォーマーを使った、授業を行っておりました。今これまた別のものになっていますけども、あとは、これもあれですね、8年ぐらい前からずっと続けているプロジェクト演習という科目ですね。この、主にゲーム制作を中心とした科目の中で、この FK は、毎年採用して作品が出来上がっています。じゃあちょっと作品の方のですね紹介をしたいと思います。まずは、FK パフォーマーを使ったメディア基礎演習の作品例ですね。ちょっと待ってください。よいしょ。はい。ちょっとこちらください。はい。これはですね、この人型のモデルとかは、確かなんかいくつかのものをスタッフの方で用意して学生に、提供していたと思うんですけど、その他の、木とかもそうなのかな、形状はそうなんですけど、こういう動きとか、こういうカメラワークみたいなのとか、そういったものは全部学生がですね、その FK パフォーマーを使って、作成したものですね。これ時間としてはだいたい1週間でだいたい3時間ぐらいっていうのを、4週か5週かな、それぐらいの時間でこう作るというものですね。で、それぐらいの、内容で、これぐらいのものがパッとできるという感じですね。なかなかこういったものをですね、全くこう今まで触ったことないという人が作るというのは大変なことなんですけども、こういったあれですね、成果が教育的な成果というのが、できているということですね。はい、じゃあ次いきます。よいしょ。はい、次にですね、ちょっと先ほどの授業の中で最後の方に紹介したプロジェクト演習というものについて紹介します。メディア学部の中でこのプロジェクト演習という科目はとてもこう特別というか、ちょっとこう非常にこうあれですね、こう他と違った特色のある科目で、内外から非常にこうあれですね、よく注目される科目です。
でこれどのような科目かと申しますと、一般的な科目っていうのは1年生の時にはこれを受けて2年生の時にはこれを受けてっていう風で、こうちゃんとこうあれですね、カリキュラムっていう形で設定されるわけですが、プロジェクト演習というのはこういった一連のですね体系だったあのカリキュラムとは、完全にですね独立してですね、まあ各教員がですね自由にこう教える内容を設定し、そして自由な選抜方法 で自由 なんかこうあれですね評価基準で自由に教えているという非常にこう自由度の高い科目です。なかなかその大学 の科目っていうのはやっぱりいろんな学生さんがいますので、そういったさまざまな学生さんに対応できるような汎用的な授業を提供しなければならないって、そういうような、あれですね、部分が大きく、まあ、もちろんそれはそれでその多くの学生さんに、意義のある科目の内容ができるということもあるんですが、一方でですね、なかなかこう特に学部生 の初学年の方 の科目ですね、1年生2年生あたりの、そういった科目では教員の持つ特色とか専門性というのは発揮しづらいという、そういう部分もあって、で非常にそのすでにこうその入学時および、まあ、初学年の段階ですね、そういった段階で、多くのスキルを持っている学生からするとちょっとこうあれですね、欲求不満が溜まってしまうような部分も大学の教育というのはありがちになってしまいます。そこで、まあ、そういった学生たちに、をピックアップしてより発展的な内容というのを教えていくって、そういうようなですね趣旨 の、授業になっています。で、私がこのプロジェクト演習で参加しているのはゲーム制作に関する、ですね、プロジェクト演習をやっておりまして、大体こう、まあ、1年次、まあ、1年生のうちはあんまりそんなにプログラミングどうのこうのっていうような制作具体的なことではなく、もっと企画をいろいろ練ったり、トランプゲームを自分たちで作ってみたりとかですね、いろいろそういうことをやっていくことが多いんですが、3年次までまあ大体やっていく感じになります。で、3年次生はですね、毎年夏から秋ぐらいにかけて行われる東京ゲームショーというゲームの、世界の中では非常に大きなイベントがあるんですが、そこでこうあれですね、展示をするというのが、まあ、最終的な目標ですねになっています。で毎年もう、5年か6年間ですね、ずっとこうこの東京ゲームショウの方で、展示を行って、まあ、方々からいろいろと好評を得ています。はい。で、実際の制作に関してなんですけども、このプロジェクト演習はですね、まあ、先ほどちょっと FK を使った作品、もありますよという話をしましたけど、実際別に FK を必ず使ってくださいと言ってるわけではなくて、学生にはこう自分たちが制作する環境も自由に選択してもらってます。で、まあ、FK の他にもですね、今だとゲームエンジン、まあ、Unity とか、アンリアルエンジンとかいろいろそういった有名なものもありますし、あるいは、その他のあれですね、ライブラリーですね、もいろいろ用いたりされることもあります。まあ、そんな中で、まあ、あえていろいろその様々なものがある中で、学生の中にはその、まあ、FK を用いてやりますというようなチームが、まあ、毎年、何チームかこう出てきてですね、作ってくれています。まあ、こちらとしては大変ありがたいことですし、まあ、決してこう強制しているわけではないんですけども、まあ、先輩たちがですね、非常にその FK を使った、優秀な作品を作ってくれて、まあ、後輩がそれを見て、あれを使ったらあんなふうなものができるんだっていうふうで、また採用してくれるという、そういうですね、良い循環が生じてますし、我々FK を開発している方もそういったところのですね、学生の開発によって得られるフィードバックですね、もっとこういう機能があればいいとか、ここの部分が分かりづらいのでもっと分かりやすいといいといったさまざまな要望です、あるいはこういう部分がもっと高速に動いてくれたらなとか、いろんな要望を取り入れてどん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 良くしているっていう、そういうですね、こう我々スタッフと学生の両方がお互いあれですね、助け合って高め合っていくっていう、そういうようなスタイルをやっているということでも、まあ、ちょっと特徴的な科目になっています。じゃあちょっと具体的にですね、その学生の作品の方を見ていただこうかと思います。これは、昨年の東京ゲームショーで、展示を行った、モンパンというゲームですね。このゲーム、まあ、Windows 上で動くゲームになってるんですけども、特徴的なのは、この今画面の右下の方にありますけども、こうキネクトっていうマイクロソフトが開発した、人の動きっていうのをこう感知していく、そういうデバイスがあるんですけども、まあ、それを使ってあれですね、こうゲームをしてる、まあ、見ていただければ分かるんですけど、プレイヤーが実際にこうパンチをしたりとか、様々なモーションした様子というのが実際ゲームのキャラクターの動きになってこう動いていくんです
ね。でこのキネクトを使ったなんかいろんな制御というのはいろいろとこうあれですね、理論的なこと、まあ技術的なことや理論的なこともいろいろとこうクリアしなければならないことが多く、なかなかこうゲームエンジンとかそういった便利な機能だけでは収まらない部分もあり、まあこういった研究開発用に作られた FK っていうのを使うことでいろいろとこうあれですね、高度な処理というのを可能にするっていう、そういったことがまあこの作品のまあ特徴になっています。まあどうしてもこのモーションを使うところの方がこう注目されますけど、このゲームはあれですね、まあ、ちょっともう今画面出ませんけど、こう非常にこうレンダリングとかそういったこともいろいろ凝ったことをしています。次にですね紹介するのは、これは今ですね2014年の時点で、学生たちがまさに開発を続けている、ゲームですね。これは先ほどと同じくキネクトを使っているんですけども、今度は、2人のあれですね、プレイヤーが同時にこう、プレイをして、なんか防御役と攻撃役ですね、というのに分かれてこうそれぞれこうあれですね、協力して、敵を倒しつつゲームを進めていくという、そういうようなシステムになっています。まあ、これはやっぱり2人同時に操作するというのを制御するというのも長構造な理論がいろいろ必要で、こういったところをいろいろとこうですね、まあ、学生ももちろんいろいろ頑張ってやってますし、我々もちょっといろいろサポートしていくというとことをやっています。まあ、今は今ずっとこう紹介してきたのは、学部生によるですねゲーム制作の演習だったんですけども、最初に申しましたとおり FK っていうのは研究でのあれですね、サポートというのも重要視しているというか、まあ、こっちが本来は本題なんですが、これを使っていろいろと研究のですねこう押していく学生もとても多いですし、実際これらの成果はですね多くのものが学会で発表して、あれですね、いろいろとこうしっかりとしたあれですね、評価を受けています。これちょっと簡単に紹介していきますと、あれですね、この一番左上ですね、この辺ですね、一番左上の方にあるのはこれはエネルギー波っていう、こうアニメとかゲームとかではこのあれですね、アクションものとか SF ものでは有名なこう現象があるんですが、これをリアルタイム 3DCG の中でこう、制御していくってこういう研究ですね。で右上のものはこれはラフスケッチ画っていうのをこう作って、でそれをいろんな角度のものをこういろんな角度から見たのというのをこう作っておくと、それを自動的に3次元に、まあ、完全にこう綺麗なものをいきなりやるというのはできないんですけど、とりあえずだんだんこう最初にこうラフなものというのを作っておいて、それでこうあれですね、細かくこう微調整をしていって作るという、そういうですねモデリングの方法というのをサポートするためのシステムですね。で左下はこれはまあ、見れば分かりますけどオーロラですね、オーロラを自動的に生成するというシミュレーションに使ったものですね。で右下はですね、これちょっと分かりづらいんですけども、あれですね、アニメ的なですね描画を行う時の輪郭線ですね、輪郭線っていうのがどうしてもコンピューターでやるとですね、まあ、均一ななんか太さでこう出て、ちょっとこう無機質な感じっていうのが出て、昔のですね手書きのアニメの感じっていうのが出づらいという、そういうデメリットがあるんですけども、この研究はそういった手書き風のなんかあれですね、輪郭線というのをこれもコンピューターの中でリアルタイムにこう実現するという、そういう研究です。これらの研究すべてですね、学会の中でそれぞれまあ、ジャーナルと呼ばれる学術的なものの中では一番こう評価の高い成果になるんですけども、これらに全部採択された研究になっています。はい。で、最後にですね、今後どういうような感じで発展していくかっていう予定を、述べたいと思いますけども、もちろん、こう、3DCG の技術は、日進月歩でどんどん進んでいっていますので、そういったものをよりどんどん取り入れていって、そういった最新の技術を、あれですね、まあ、FK の利用者が、容易に使えるような、そんな環境を整えていきたいというふうに考えています。そして、ちょっと FK は今ですね、コンピュータグラフィックスの技術っていうのをサポートするっていうことが一番中心なものになってるんですけど、ゲームの開発っていうのはそれだけではなく、さまざまな、機能が、まあ、あるんですね、必要になってくるわけですね。でそういったものに対して、こうより充実していくということも考えています。
で、あと解説書ですね。今、まあ、主にうちの大学の学生たちが使っていることが多いので、一応こう口で教えてですね、いろいろとこう伝授することができるんですけど、もっとより良い解説書というのをより多く、ですね、発行していって、誰もが使えるようなものにしていくということが、まあ、大きな目標の一つになっています。そして、あれですね、もう最近はパソコンだけではなくて、iOS、まあ、iPhone や、iPad ですね、そういった iOS の、デバイスや、Android タブ、ですね、Android、デバイスなどが、まあ、非常に普及しておりますので、こういったものを、こうパソコンと同じように使えるということも、重要視して今開発を進めているところです。はい、以上でですね、FK およびその教育的実践や研究の実践ですね、そういったものに関する、解説を終わりにしたいと思います。皆さんどうも、ご清聴ありがとうございました。